藤沢中央は、かつて、神奈川県藤沢市に存在した映画館。藤沢映画工業が経営していた。1950年4月、藤沢市南口で、藤沢中央映画劇場の館名で開業。当時の座席数は396席あった。開業間もない1953年から1955年の時点では、 藤沢市の映画館は、当館と藤沢オデオン座、藤沢映画劇場、湘南映画劇場の4館があった。その後、藤沢中央と名前を変え、1972年に小田急百貨店の建設のため一旦閉館したが、5年後の1977年に、当時北口に存在していた藤沢東映を解消し、再び、藤沢中央の名前が復活する。 1986年4月に、地上5階地下1階のビルを建築。3階と4階に、藤沢中央1、地下1階に、藤沢中央2を構えるにスクリーン体制となり、5階に、藤沢映画工業の事務所を置いた。1993年、エビナ市に、日本で事実上初となる、シネマコンプレックス、ワーナー・マイカル・シネマズ・エビナが開館。 その後も、近隣の茅ヶ崎市や平塚市、山和市にも、このような施設が開業し、徐々に客足を奪われていった。2007年3月31日に、藤沢オデオン座が閉館して、以降は、市内唯一の映画館となっていたが、毎年約2割ずつ観客が減少し、リーマンショックの影響で所有ビルのテナント収入が激減したことが、 劇場の衰退に追い打ちをかけ、2010年8月31日に閉館。当館閉館後、藤沢市内の映画館は2011年11月11日に、湘南 CX の商業施設、テラスモール湘南にオープンした、シネマコンプレックス、109シネマズ、湘南まで約1年強存在しなかった。藤沢中央の跡地は、学校法人国際、 ニーボリ芸術学院に売却され、2011年10月31日、ニーボリライブ館がオープンし、現在に至る。館内は赤色の絨毯が敷かれ、天井にシャンデリアがかかっていた。変わった上映として、2005年7月に電車男を上映する際、窓口で自己申告すると割引になるオタク割引を実施したことが挙げられる。これは、 風切りから1ヶ月以上遅れての上映を挽回すべく、講じた作だったが功を奏し、公開期日の延長が行われた。現存せず。跡地は、マンション、ブリアンドール湘南藤沢。1953年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。藤沢中央閉館当時、山和市には、ワーナー・マイカル・シネマズ・月宮が存在していた。 その後、イオンシネマ月宮に改称した後に閉館しており、2021年現在では、同市内に映画館は存在しない。ありがとうございます。